皆様こんばんばは先ほどご紹介に預かりました、えー、東京都台東区上野浅草より少し北にあります下町の風情が残る箕輪という町にある臨済宗南禅寺派月収寺というお寺を預からさせていただいております川又総道と申します本日の「週刊法話ステーションは」は箕輪からお届けさせていただいております。 まあ、日本の仏教というものは様々な角度から仏教、仏様の教えに触れることができるのが特色だと思っているんですけれどもこのように宗派を超えてお話をする機会がいただけるというのは本当にありがたいことだなと思っておりますオンラインでのこのような催し臨済宗では今私が参加している 臨在州青年層の会様、会だったり、えー、東京全センターでのオンライン座禅会というもので、直日座禅時間、座禅指導の時間を預かることもあるので、ある程度慣れたつもりなのですけれども、今回はですね、皆様のお顔も何も見えない状態なんですね。もしかしたら私と事務局の方だけなのかもしれないので、 そう思うとですね、少し気が楽になるんですね。正直なところ。不思議ですね。何しろ緊張しやすいものなので、人の視線を感じるともう、いいところを見せたい、いいところだけ見てほしいというような、そんな欲が出てきてしまうんですね。困った癖だと思っております。共にご安心いただきたいのは、皆様のお姿、本当にこちらからは見ることができないのです。 これをクリックしていただいている方がどのような方か私にはわからないのです。ですので、どうかですね、肩の力を抜きながら、家事をされながら、お食事をされながら、お茶でも飲みながら、ちょっと早いけど一杯引っ掛けながら、ラジオを聞くように、この時間をお過ごしいただければありがたいなと思っております。そして今回、あの少し、えー、やってみたいなと思っていることがありまして、 こちらのですね、あのー、パワーポイント言うと,という、パワーポイントというものを初めて作らせていただいたんですけれども、ちょっとですね、こちらを交えながら、えー、動画を、えー、共有させていただきます。今回のテーマて、今回のテーマは運動。こちらですね、運動。お話しすることは徹底。生き生きと生きると題しまして、 お届けさせていただきます改めてどうぞよろしくお願いいたしますまこの運動のテーマをいただいたのが5月のお話でありまして現在2023年9月、えー、この大きな体をしておりまして182センチの110キロという、えー、巨漢でございます なかなか運動と向き合うことが少ない僧侶ではあるんですけれども何かお伝えするには運動をまず始めようということでですね朝30分早く起きてみて自転車で走ることを始めてみましたこれがまたいいものでありまして、えー、<coughs> 朝方というものはすごく走りやすくてその後に朝のお勤めとそして座禅掃除の時間となって 続けておりますと、体に変化がありまして、体を活動させてから、えー、こちらの座禅をいたしますと、ポカポカと体に血が巡るのを感じることができるのですね。ちょうど太もものところの血の巡りであったり、足の血の巡り、心臓がドクドクと動いている。そのようなことがよくわかるのです。さらにはですね、目覚めも良くなりましたので、これは本当に運動をするというのはいい習慣なので、 続けたいなと思っております。そして、今年のお彼岸の中日からめっきり涼しくなりましたね。それまではですね、暑いな、暑いな,暑いな、一食で汗が垂れるな、仕方がないな、なんと、暑さばっかりの心持ちであったんですけれども、汗の出ない快適な中で座ると、私の心に少し変化が起きたんですね。これ痩せないんじゃないかな。 というふうに思ってしまったんです。そんな心が出てきて、これは私自身驚きました。気候一つでまた自分の心にこんな変化が起こってしまう。改めて世界にはいろんな気づきが溢れているなと、面白いなあと感じた次第です。思えば20年前、修行道場というところで、えー、座禅というものと本格的に向き合ってから、10年前もコロナ禍中も、 夏が近くなると運動を自分の中で思い立って、冬になると活動ができなくなって、それを毎年毎年繰り返しているなぁと改めて振り返っております。では、私たち、えー、臨済宗の僧侶は、今から約2500年前のインドのお釈迦様の仏様の教えをもとに、約1500年前、 えー、に、禅の教え、仏教が、菩提だるま大師より、中国に伝わって広まりました。そして、1150年前、臨在義元禅寺という方の教えが広まりまして、えー、その教えが終始としているのが臨在宗であります。臨在禅師の教えが、こちら。 右側事故の素晴らしさに目覚め、どんなところでも主体性と生きる。こちら、臨済六に学ぶ、いかに事故を作り上げるかという現、臨済宗、演学寺派官長陛下,下であられます、横田南礼老大師の、えー、著書より抜粋いたしました。臨済ののはこの教えを 皆様と生き生きに生きていきたいという教えを脈々と受け継いで今でも日本全国に約40の修行道場がありまして1150年前の昔と同じように生活をしておりますただですね電気やガス、水道など生活の環境はある程度時代に合わせておりますのでご安心いただければなと思います とはいえ、少し前時代的で、掃除をするにしても手作業、竹ぼうき、雑巾といったものが基本で、ご飯を炊くとき、お風呂をいただくときは、薪を使用しておりました。座禅をして座ること。そして、サムと呼ばれる体を使って、掃除や農作業、修繕であったり、日常のことをしっかり努めることが、 修行道場の修行生活の基本となります。で、禅の言葉には、こちらの上ですね、このような言葉がございます。道中の工夫は、常中に勝ること百千六倍で、百戦の区す今から約350年ほど前に活躍された白隠禅師という方のお言葉です。道中、 というものは寒体を動かす時間運動の時間とも言えますね。で常駐。常駐というものは座禅。基本的に体を動かさず、体のな動,動きの中の動きの流れを見る時間です。工夫とは、修行に、えー、精一杯修行していくことを、えー、意味しておりまして、そのまま訳すと、体を動かすことは、 体を動かさないことの、体を動かすことの工夫は、体を動かす、動かさないことの工夫の100千万の区倍になると言われておりまして。禅の教えというものは、座禅だけではなくて、体を動かす、ムというものも肯定的に捉えております。ただ、倍という時間が、倍という言葉ですね。こちらの言葉が。 ゼロにいくつかけてもゼロにしかならないように、どっちも怠ってはいけないよ。両方大事なのでありますよと、えー、350年前の白隠絵画禅師であったり、えー、その他の禅の先達たちもおっしゃられております。しかしですね、寒、体を動かす、いわゆる労働というものは、お釈迦様の時代には、 なかったものなんですね。これは一体なぜでしょうか記憶な、記憶で食べ物が豊かな大地であったインドで養われた教えと、北の方から伝わって、えー、寒さが厳しく、そして食べていくには厳しい中国で養われていった教えは、風土の違いもあって、自らが農作物を育てないと、 集団生活というものがままならなかったのですね。そして、お釈迦様は、労働によって出てくる、もっといいものを、もっと効率よく、もっと早くというのは、人間が自然に湧き出てしまう心で、その目標であったり目的といったものに振り回されることではなくて、ただ、目の前のことに一生懸命に、 えー、なりなさい。と、あの、お釈迦様は、労働によって、えー、出てくるその心を危惧されております。そこで禅の先達たちは、目の前のことに一生懸命になることで、座禅と同じ心持ちで体を動かす。生き生きと生きる道というものを示されました。しかしですね、お釈迦様は、体を動かすことを、 完全に否定されたわけではないんですね。仏教に耳慣れた方にはよくご存知のお話だと思います。お釈迦様のお弟子様の中に、首里半読という物覚えのすこぶる苦手な方がいらっしゃいまして、彼は自分の名前すら忘れてしまうため、背中に半読と書かれた旗を作ってもらって、背中に背負わせてもらって、 嘘、もらっても、背負っていたことすら忘れてしまうような方なんですね。とうとう自分の名前すら覚えることはなかったそうです。でそんな彼は自分でもこんなに愚かではお釈迦様の弟子にはなれないと持ち込んでしまいまして、えー、するとお釈迦様はですね、自分の愚かさを知らない者こそが本当の愚か者なのだよと、 優しく微笑みながら一本のほうきを与えたそうです。主理判読。この言葉を唱えながら、えー、お掃除をされなさい。塵を払わん。赤を覗かん。そして一生懸命に、えー、お掃除をされている主理判読。ある時に、お釈迦様は皆を集めて、このようにおっしゃいました。 悟りを開くのに多くのことを覚える必要はない。どんな小さなことでも愚直に一筋であればよいのだ。手裏判読は法棄一本に徹してついに悟りを開いたではないかと。このようにおっしゃってくださったんです。どんな方でも誠実に精一杯生きる道を お釈迦様は提示されています。そこにきっと目的や目標といったものはないんですね。前年の先達たちも同じことを説かれています。我々の体は常に自分の意志で動くときも自分の意志で動けるときも自分の意志で動いてない。例えば寝ているときも自分の意志を超えたところで心臓は動いて 呼吸をして、血液を全身に巡らせて、今生きております。運動させているんですね。それを大きく実感するのが、精一杯物事に向き合っている時ではないでしょうか。うん、今から約20年前の話になります。こちらに映、画面に映っている方が、えー、私の修行道場での師匠であった方、万人 田中義法老師という方がいらっしゃいました。20年前、当時60代、70代の小さな体の方だったんですけれども、我々20代の我々と同じくですね、体を動かす作業を共に努めておられました。老子のサムというものは本当に徹底されていて、一緒に農作業をするときは土作りから始まって、そして、あの、桑で、 畝を作る時も早く正確なんですけれど。そしてですね、毎日の草引きも一緒に汗だくになって行っておりました。そして、我々に農作物の育て方を丁寧に教えてくれることもあったり。掃除する時がですね、また実はすごく大変でして、こちらがあの修行した場所の風景になるんですけれども、も山深い場所でかなり広いんですね。ですので、 終わりが見えないんです。ここまでやれば大丈夫だろうなんて思っていると、老子は黙々と作業されるのですね。その後に一緒に汗だくになって座禅をして我々をこの笑顔で見守ってくれておりました。老子は多くを語る方ではありませんでした。製品な高校野というのが 一番似合う方だと今でも思っております。老子という方は修行僧たちの指導者ということになるのですけれども、すべて生き様で我々に語ってくれておりました。老子は老子になる前、本当に激動の人生を歩まれていたのですけれども、そのご苦労を顔に出されているのを 私は見たことがありません。いつもなんだか楽しそうにされていたんですね。なぜだろうと思うと、老子はその時その場所を一生懸命に精一杯生きておられたんですね。それを老子は徹底とおっしゃっておりました。老子が常に我々修行僧に伝えてきた言葉です。 老子は一日一日今ここを精一杯生きておられました。多くを語ることはありません。何も残したくないから大好きな道楽の座禅をしている。他は特に何もいらん。と我々に伝えてくれて、古端の生活、古壇な生活というものをたっ飛ばれる方だったんですね。その老子に修行僧たちはみんな憧れておりました。 老子がその時その時自分の役割を全うされる姿が本当に大好きだったんです。老子が一日のうちで何度も変化したことを常々思い出します。製品な高校野としての顔。我々修行僧たちを使用する顔。畑仕事に精を出す顔。衣を着て我々に禅の語録を指導する顔。自由自在に 生きておられたんですね。そんな老子を見て、人は何にでもなれるんだなと我々は感じました。老子は一日一日を良き日として生きておられました。いえ、もっと短かったんですね。今というものから目をそら,そらさずに、今というものを良き瞬間として生きておられたんです。 命あるだけで十分じゃないかと生き様で語ってくださったんですね。自らがその時その時の役割に精いっぱい徹底して努めていくことが大事だとロシアはおっしゃってくれております。最近ようやく本当に心から座禅が好きになりました。お恥ずかしい話でございます。 老子に座禅を好きにならねばいかんとよく言われていたのですけれども当時はとにかく体を動かすことの方が大事だなんて思ってしまっておりました。だからこそ今になって座禅のこと老子に聞きたいことたくさんあるんですね。しかし今老子はいらっしゃらないのです。今あるのは 私の中にある老子の教え、思い出が残っているのですね。これを活かしていきたいのです。この思いが私を動かす力になるのです。少しでも老子の生き方のように自由自在に生きていきたいと思うのです。我々もですね、今美味しいものを食べたら美味しいな。人に優しくされたら嬉しいな。 悲しい時、傷つけられたら悲しいな。それでいいんだと。暑い時は暑いな。寒い時は寒いな。心を動かしていく生き方。そうすると、我々の命が輝いていく。できることをできるだけ無理をせずに努めていく生き方。その時その時、自分の役割があって、 与えられた役割に徹底していく万人剣動大師のお話を、えー、させていただきました。こんな風な生き方を皆様にもお勧めしたいのです。本日はですね、運動をテーマにお話しさせていただきました。生き生きと 生きるお話、徹底の生き方運動する時は運動に一生懸命仕事する時は仕事に一生懸命家事も座禅も体を動かす時も動かさない時も大事に生き生きと生きていく生き方をお伝えさせていただきましたこのような生き方を皆様にお勧めさせていただいて、えー、このお話を閉じさせていただきます ご清聴ありがとうございました。川本先生どうもありがとうございました。えー、それでは、<よ>月末の質問のお時間にさせていただきます。えー、今月はテーマが運動ということで、えー、お一方、えー。仏教的な考え方を持つ運動選手、まあ、過去スポーツ選手。 はいらっしゃいますか。まあ、先生の主観で構いませんのでお教えくださいというご質問です。よろしくお願いいたします。スポーツ選手、私あの中学時代野球をやっ小学校と中学校と野球をやっておりましてね、あのスポーツ選手自体いろいろ思いつくんですけれども、やっぱりあの仏教的な運動選手ってかっこいい人が 多いと思うんですね。で、あの、勝負の世界でにおられながら、勝負だけに囚われない人。すべてのスポーツ選手に言えることです。勝負の世界でありながら、勝負だけに囚われない人。この字。己に打ち勝つという言葉があるんですけれど、これができる人が、このような、かっこいい、えー 仏教的な運動選手ではないかなと思っております。ですので、特定の個人、あの、挙げさせていただくことも可能ですけれども、もしかしたら、私の知らないかっこいい運動選手もいらっしゃると思いますので、えー、このようにお答えさせていただきたいなと思いました。